2019年年4月3日、5チャンネルにこんなスレが立った。60歳を迎えた人の3分の1がパートナーを持たず、男性の生涯未婚率は3割に。異常な難婚社会の背景にある、日本独自の親子関係。日本は難婚社会、早速スレを見ていこう。結婚した3組に1組が離婚し、60歳を迎えた人の3分の1がパートナーを持たず、男性の生涯未婚率が3割に届こうとする日本。その理由の延々に1986年に施行された労働者派遣法があると指摘しているのが、社会学者の山田雅宏氏。最新著、パラサイト難婚社会より一部抜粋、再構成し、日本の若者を苦しめる非正規雇用の拡大について論じる。非正規雇用が多くの若者を苦しめてきた。パート、アルバイト、有期契約、嘱託社員、派遣社員など、様々な形態がある、非正規雇用者ですが、平均年収は決して高くありません。国税庁の民間給与実態統計調査、令和3年版によると、非正規雇用者全体の平均年収は198万円、正規雇用者全体の平均年収は508万円、ですが、そのうち男性は平均年収267万円、正社員は545万円、に対し、女性の非正規雇用者の平均年収は162万円、正社員は302万円、です。この数字は決して現代日本社会で生活する上で十分な金額とは言えません。1986年に施行された男女雇用機会均等法で、正社員として働く女性は増え、お一人様人生を選択できる女性は増えました。しかし、当時に雇用が不安定な非正規雇用者も、これ以降増加していくのです。男女雇用機会均等法施行と同年にスタートした労働者派遣法は、当初の、一部の限られた技能を持つ13業務から、1996年には、26業務に拡大し、1999年には、26業務以外も可能になりました。従来の日本型雇用では、若い女性たちも正社員として企業は雇用してきましたが、そうした職能は派遣社員などでも代替可能でした。もっともそれまで正規雇用されてきた女性たちも、20代半ば頃には寿退社することが案に求められていましたが、2000年以降に、非正規雇用者が続々と生まれるのと時を同じくして、日本社会において格差が広がり始めました。企業から、期間限定、いつでも契約を切れる安易さを理由に非正規雇用された若者たちは、目の前の、単純作業をこなすだけの日々で、仕事上のステップアップや、ボーナスや福利厚生もなく、給与アップも、昇進もないまま、人生で一ところに留まり続ける長期の足踏みを余儀なくされたのです。その中には大量の女性たちもいました。本来なら、近代社会になり、仕事を持つ女性が増えることで、日本でも、親や夫に依存しない人生を選ぶ女性が増えるはずでした。しかし、日本経済の停滞と同時に広がったこの非正規雇用という、新しい雇用形態、が多くの若者の人生設計を狂わした、と述べたら言い過ぎでしょうか。欧米でも、職の二極化が起こり収入格差が広がりましたが、欧米ではそれ以前からすでに女性の社会進出が当然のこととなっていました。しかし日本では、男女雇用機会均等法で正社員で働き続ける道が開けたのと同時期に非正規雇用化が進んだのは、皮肉としか言いようがありません。人口の 14% が境界知能、軽度知的障害、高度の知的障害と精神疾患と引きこもりと発達障害を足せば 30% になるだろう。順当な割合だな。健常者は結婚できてる。この手の論者、欧州も民間は女野党の猛烈に嫌がってるって話あんま知らないよな。だから低賃金の公務員になるしかない構造がある。日本とさして変わらん。弱者男性の救済が後勘供ような単なる非モテ男は、家庭や子供が欲しいんじゃなくて無料の接す相手が欲しいだけだから、そんな輩は完全黙殺と虚勢と重税と晒しで OK。まるで日本だけの特殊問題みたいに言ってるけど、海外でも未婚者が増えて少子高齢化が進んでいることの説明がつかない。少子高齢化。一生一人。おう、氷河期世代が60の時は4割いってるな、こや。4割で済むか?5割とか過去としたがさすがにそこまでいってなさそう。好ましい思い出がない老後、寂しいですね。弱者男性なんて昔の日本では許されなかった。近所では異常者扱い、一刻も早くこの状態に戻すことが人口増加につながる。今でもお前らは異常者扱い。お前みたいな奴な、だが異常者の扱われ方の程度が段違い。他人と長年住むなんてストレス溜めまって早死にしそう。独身税はよ。ガキ作れる20、30代に課税せんと意味ねえぞそれ。同性カップルあるじゃん。日本の平均年齢はほぼ50歳になるらしい。日本人の半分は50歳以上に。お見合い制度がなくなって、恋愛弱者が自力で結婚できなくなった世代か。その前に正社員になれず会社で相手を紹介してもらえない身分に。しかも貧乏。男性側だけのせいにされてるけど女の言い分とか見てたらひどいのばかりやん。こんなのと伴侶になるとかこっちから願い下げだ。ほんとそれ、無理に結婚せず適度な距離がある方がいい。
そんなの極一部だよ。お前が結婚できない理由ではない。女さんが働かなくていいと社会風潮も問題。パートは無職と変わらん。前沢も堀江門も知り合いの金持ちも皆独身だからむしろ結婚制度が破綻してると思ってる。前沢とかは賞として何人も加工しかないのでは？無理やり結婚とかになっても、歌舞伎役者と結婚した浅尾さんみたいになりそう。歴史的に見たら今の寿命の方が狂ってるだろ。この世代はしゃあない。仕事ができなくなったら脳なしになっちゃう男と、それを我慢できないくらいのストレスを抱えて過ごしてた女が多すぎる。データとして参考にならない。結局他人がストレスなんだよ。異常でもなんでもない。ほんとそれ。この状況を、異常と決めつけるのがそもそも間違ってるよな。いつまで昭和脳なんだよ。アップデートしなきゃ。疲れて抱えて人がいるって頭おかしなるで。家に帰って電気をカチッと入れる時がもっとも。し、小鳥もすでに死んだし。所得が低いんなら、結婚してダブルインカムになった方が良いよ。子供を産むかは結婚とは別の問題。そもそも日本の女は労働意欲がない奴が多すぎる。独身男の平均寿命は67歳らしいから社会保障費問題も多少は解決できるかな。独身女性は逆に長生きするだよな。よくわからんな。妊娠出産して仕事も家事も育児も押し付けられて、仕事しかしない夫の糞の見えない家事と家計管理までやったら、そら女性をなんて骨格が貧弱で体力も弱めなんだから、早死ににするよってかかりつけの医師が言ってる。9割の男が結婚してた時代の方が異常なのに、結婚相手も見つけられない男は、淘汰すりゃいいんだよ。ようやく人口減ってきたのに騒ぎすぎだろ。ほんこれ、ジャップがブサイクが多いのは数百年間、ヨバイ文化と見合い結婚で、ブサイク遺伝子を自然淘汰をしなかったから。5チャンネルは孤独を愛する人が多いからなのかもしれないけど、結婚したいのにできないまま中年になって泣く泣く諦めたという人が全然出てこないよな。そこは認めたくないんだろ。そんなの生きていけないから、したくないって言い聞かせてるだけ。生まれてくるのも一人死ぬ時も一人や。さすがに一人では生まれんだろ。まともな男が少なすぎるんよね。欧米人と関わってるとよくわかる。まともな男とか、普通の男がいないと言っている独身女性の話をたまに聞くけど、まとも、普通、の基準ってはっきりしていない。さらに、まともな女性、普通の女性というと、世間では20代のうちにプロポーズされて結婚、出産しているという見方もある。20代でプロポーズされたけどまだ結婚したくなかった。30過ぎて結婚したくなったけどいい相手がいない。というのは、20代の時に自分を高く見積もり、先延ばしをしてもいい出会いがあると考えていたということ。20代半ばまでならそれは問題ないけれど、20代後半になると問題になる。自分はまだ若いと思っていても、男も姑も、出産可能年齢を考えている。女性の場合、人生で一番楽しい20代が出産適齢期なのは、ある意味かわいそうではある。20代半ばで出産したら、若い時にできる様々なことを犠牲にするしかなくなるから。君ら子同士もそろそろ気づいてんだろ？価値観の多様化、とか、生き方の自由、とか、そういう物分かりのいい大人は耳障りのいい綺麗な言葉言ってくれるけど、その言葉に甘えたら結局、何の幸せもつかめない子同士みたいな人間になるってさ。結局自立しろ、結婚しろ、子育てしろってこううるさく言う人たちが圧倒的にまさしくて、その人こそ本当に大事なこと、言ってくれてたんだって。今更無理だよ。そんなこと言われて気が変わる程度ならとっくに独立してる彼らは犯罪者として裁くしかない。偉そうな子を叩く前に30年ゼロ成長の日本経済をなんとかしなきゃな。梅を増やせよなんて高度成長期の労働集約型ビジネスのロジックは、今の IT 時代には通用しません。まして人工知能の時代が到来したのだから。これからは日本人をどんだけ増やしても不良債権になるだけ。経済音痴で一等音痴のトンマの日本人にはわからない。これからの30年も失われるだけだ。40過ぎて独身なら税率ぶち上げればいいよ。次世代を紡げないのに社会福祉にフリーライドするのを許してはならない。そうやって守るものがない人間を追い込むとテロに走ると思うけど、自分や家族の身を守る準備はオッケー？そんな気力も能力もねえよ。子同時子同場の爆発的増加。これが少子化の最大の原因。親が甘やかしてあげ全数全で育てて勉強だけして生きてきた結果、高学歴にはなったが自立する気概のないボンクラが大量発生した。こいつらが結婚もしないまま還暦を迎える。まあ男の場合、年収と婚姻率は完全に相関してるわけだからその理屈はおかしいよね。結婚できないと男女とも悲惨だな。相手を罵るのがせいぜいだろう。お前は不幸な既婚者？つうか、お前が死んだらもろもろの手続きは誰がやるの？ちゃんと考えとけよ。論点ずらしの不幸な既婚者、独身ののしってストレッチ発散。無理して結婚しようとしないで、友達的な相手を見つければいい。馬場財産狙うからやめた方がいいわ。同性で固まれ。結婚しないでも財産狙われるかもしれないよな。よく相手を見極めないとダメだよな。
底辺女性さんってどんな男と結婚してしてるんだろう。ヤンキーと結婚したらどんな女でも底辺。日本は滅ぶよ。日本を滅ぼすのは飢餓でも戦争でも疫病でもない。SDGs というイカれた価値観の押し付けに滅ぼされる。申し子ですよ。スペイン、イタリアは日本より出生率低いけど、韓国なんて人類史上初めて少子化で滅ぶ可能性がある。金がないならこなし夫婦がいいよ。家賃と光熱通信費を共有できるのはでかい。急病で倒れても同居人がいれば救急で助かる可能性も上がる。結婚したら子供作らなきゃいけないとか頭でっかちに考えんでもいいのにな。国民の義務があるように、人間にも義務があるんだよ。生きる、子孫を残す、進化する、否定するのは構わないが、人間の義務を放棄するお前は人間社会のゴミな。大方、同性婚だの LGBT に賛成なんだろ。ポリコネのクズ。その義務って生まれた時に説明されました。後付けで思いついたように言われてもな。お前どうやって生きてる、息吸うよな、物食うよな、教える、説明、生物であることを否定か、アンドロイド。昔は男性の給料が高かったので女性を養えた。今は平等なんだから、自分と同じレベルの人間しか選べないよ。女性は、1000万以上稼いでから1000万以上の男性を求めないとダメ。フェミや女が給料を平等にしろと言うからだな。女は害悪だとわかるし女の敵は女だな。フェミこそ女性版のボル、ポトハ。まさか正社員で結婚して片手ただけで勝ち組扱いされることになるとはな。明らかに上位 10% には入ってるよ。正社員は会社を選ばなければなれるし、結婚も若い頃の努力次第でなんとかなる。片手るのはその二つとは難易度違いすぎるし同列にするのはおかしい。そんなことができたのは経済がイージーモードだった時代に現役だった一部の世代だけよ。これからは中古住宅使い回したり障害者区画暮らしがデフォ。男の3割は結婚できないって当たり前。クラスの下位3割のブサイク低身長バカ性格悪い男の遺伝子って、女から必要とされないものだから、ミナコン時代の方がおかしかった。底辺男性と結婚させられる女が縁で泣いていた時代だっただけ。そう考えると今は男女ともに幸せな時代なんだろうな。男女も無理に結婚する必要がない。生活は大変だが既婚者ほどのプレッシャーはない。緩やかな衰退と老後を送るだけ。スローライフも悪くないね。みんな一回くらい結婚すればいいのに、別に離婚したっていいんだからさ。今はすでに強者男による時間差一夫多妻制だよ。女はみんなでイケメンをシェアしてる。下位3割の弱男だけが一生誰からも相手にされてない。強者男性に相手にされない弱者女性も同じじゃん。いい加減、自分の価値を認識した方がいいぞ。まともな男性なら30くらいで好きな子にアプローチしたり、いろいろと自分磨きするもんだよ。お見合いおばさんがいないせいで、って、他力本願甚だしい。受け身の男性を女性が魅力的に思うことはないよ。強者男性が君のような弱者女性にアピールするわけねえだろ。負け惜しみじゃなく、本当に心からパートナーいらない。一人ではない楽しいことも、たくさんあるけど差し引きして絶対いらね。お断りブルブル。男の性欲は SNS で簡単に探せる時代になったからな。女の欲はよくわからんがパパ活で金を得やすくなった。こういう時に自己責任とかいうのは、政治家の責任放棄だからな。その通りだな。納税した金が無駄になる。税金は納めて自己責任はただの政治こじきと同じ。こなしが合理的なのはまあそう。子育ては決して楽ではないしな。だからこそこなしにペナルティかけないとどうにもならないんだよ。子育てを楽にするのには限界がある。個人にペナルティだと悪循環にしかならないと思うのよね。託児所つけたら税率下げるとか環境整えた企業にメリットあるようにしてった方がいいと思う。それは悪くない。ただ生きるので精一杯の人が多いのと子育てのハードルが上がってきてるからやっぱり子を持たない方が楽になる。無理やりこなしにペナルティかけるとかしないと若者は産む気にならないんじゃないか。趣味に生きるから大丈夫と思ってる君、40過ぎると趣味とか全部くだらなく思えてくるからな。そこから孤独が襲ってくる。アニメや趣味に逃避できるやつは羨ましいよ。飽きるって仕組みが人には備わっているってことに気づいていないよな。その趣味をしていても脳が気持ちいい汁を出さなくなる時が必ず来る。飽きたら別の趣味を探せばいいじゃないの。だらだら生きるスローライフも悪くないよ。高齢で飽きないで旅行だの多彩な趣味に没頭してる人とかよく見るけどね。子供そのものが嫌いな人も増えてるのでマジで深刻やと思う。表面的なものあれこれろうっても無理だろうな。育てない人にやらせれば意味やからん。親が育てないから育てない他人にやらせるって。正直いつでも子供を手放せるように養子に出せるハードルを下げる方がいいと思う。海外養子縁組は必要かなと思う。今の若い子は子供作っても捨てられないのが嫌っていうし、食物連鎖の上の方の人たちだけでこつくり子育てしてやいいんだよ。そうなってる。当たり前だけど子供の学校行っても既婚子持ちだらけ。マンションの住人も既婚子持ちだらけ。なのに会社に行くと独身だらけ。不思議だ。ミナコンって考えが古い。底辺なんて結婚しなくていいよ。底辺の遺伝子を持つ子供とか誰も欲しくないから。
今まで残ってきたものだから、そんなに悪い遺伝子は存在しないと思うぞ。昭和時代に愛などで強制でほぼ全員結婚させていたから、残るべきでない遺伝子も残ってしまっている。弱者男性、SNS があるから性欲には困らない。弱者女性、若いうちパパ活できるなら金には困らない。独身で困るのは高齢貧乏女性だけ。高齢貧乏男の方が悲惨だと思う。女はいくつになってもそれなりの出会いがある。または貧乏を自覚してなんだかんだ結婚する。でも、貧乏と男が合わさるとほんと悲惨。高齢貧乏男です。発達障害で注意散漫で何をやっても失敗するので、貧乏のまま親が残したわずかな資産を投資して生きてるだけです。日本政府は人口8000万のコンパクト国家を目指せ。とりあえず団塊世代以上の老人人口が約4000万人いるからお亡くなりになれば達成できる。無能な人間を使う方が機械化するよりコスパがいいから、能力に劣る人間の人生を犠牲にして利益を上げてきた。そういうことを変えるとしたら政治主導なんだろうけど、経団連も連合も自民も民主も公明も何もしなかった。親子関係は原因じゃないだろう。海外は違うかもしれないが、存在に扱われる人の階層ができてるだけだろう。日本は子孫を残せないが、どうでもいいじゃないか。移民があるからな。治安悪化や災害時に海外移住できるコネや親戚いる人、子供助けられる自信がある人は親になるといいね。嫁さんいなかったら発狂する。こういう人は嫁が、お母さん代わりなんだよね。要は嫁が母親の代理。その通り。また、母親が嫁さんの代わりだったとも言える。数を一振って猿からすれば、むしろ不自然なんだよ。優秀な尾形くさんのメスを組み敷いて、子をなすってのがおそらく神の設計なんだよ。ただ人は数を一不制度って非常に不自然。神の設計に反する社会を作ったがゆえに、人口を増やせた、ステージ上の数人を数万人の異性が、取り囲み応援するってアイドルの仕組みこそ、自然の摂理なんだよね。この手の掲示板必ず一夫多妻でいいじゃん。みたいな意見が必ず出るけど、ある意味神の設計通りの世の中にしよう、って自然回帰なんだろうな。ただ人間は知恵がある分そのしわ寄せが子供に行くんだよ。昔は世継ぎ問題で争いや子供が犠牲になってしまっていた今の世の中で一夫多妻は相当男性側がマメな人でないと難しいと思うけ。どなどっかで不公平が不満につながるよ。実の兄弟でもあるくらいなんだから腹違いならなおさら。家事の分担とか馬鹿げた異常識のせいだろ。所得が上がらないのに物価がバカにみたいに上がるから共働きするしかなくて、結果として家事も分担するしかなくなったが正解。収入が同格なら意味あるが。偏るなら安い方が家事に回るんじゃねえの。基本的に女の分担の方が多いから心配するな。共働きで家事分担でも男の方がやってますって家庭はそうそうない。女が稼げるなら主婦でいいんじゃねえの。単なる分担だし。男は子供産めないから効率悪いが、そういう相手を求める女もいるしいいんじゃないか。少数だけどな。男同士でも X 染色体なら子供作れるようになったらしい。マジかよすごい。パワーカップル爆誕だな。結婚して幸せなのは3割、3割は仮面夫婦で会話もほぼなし、3割は離婚。そう思う。続けることの難しさよ。別れてまた違う人と結婚しちゃえば幸せな3割に入れるよ。頭が悪いと子供を持つのを考える社会になってるわな。頭が悪いと貧乏するのは決まってるからな。貧乏は辛いのを知ってると引き継がせたくないだろう。沖縄みたいにめちゃくちゃ頭悪くなると逆に出生数は上がるぞ。娯楽を奪えば自然と、オイルショックも上がったから電気もか。もう昭和の常識に戻すしかないよ。このままだと滅亡する。昔は良かったと言ってるのって男性だけだよね。女性にとっては今の方がいいもん。自由だし。肉体労働と戦争が機械化したら、男性の地位は下がるわな。もう戻らんだろ。まあ俺はいつの時代も結婚できないタイプの人間だから、この時代はありがたいわね。3割もいれば頭おかしい人間も普通の顔して歩ける。すげえわかる。それはそうなんだよ。子供がクラスのみんな持ってる。って言い出す数字は、クラスの3割が持ってる時らしいからね。貧乏で子供作るとかわいそうだもんな。絶対パパ活し出す。確かに子供いて幸せそうな女性っていないな。子供いて幸せな人って旦那が稼いでて専業主婦やってる子ばかり。ほんと、先か不幸かは旦那によるんだよね。いい男性がいないなら独身でいいやっていうのはそうだろうな。お金ある男は精神的に余裕があるから DV とかもしづらそうだし。個人尊重や無宗教がいかんのよ。人権など無視して集団で組織的に国や社会を守れよ。世界の揉め事が宗教やら独裁体制やらのせいじゃねえか。お花はたなこと言ってんじゃねえよ。移民がどんどん子供増やしてるから大丈夫だろ。そのうち日本語もなくなるよ。移民は無駄ってもう証明されとるんよ。その場しのぎでマジで意味ない。乗っ取られるし。乗っ取られる流れにしかならないだろ。
共通語もアラブ語とかになるよ。氷河期なんて女性は家事手伝いとか逃げ道があったが、男は正社員じゃないと恥とか虐げられてきた。男を痛めつけてきたツケがこうなってるんだぞ。氷河期はすでに女も働かないとバカにされてた。家事手伝いから主婦が普通なのはバブル世代まで。いや、氷河期に散々男の非正規をバカにされてんだ。最近振り返って女性もひどかった言われ出してんの。当時は全然。まあ日本では少なくとも今後数十年は結婚して子供育ててってのがハードモードとしか思えないからな。一部の層以外の子供これから大変だろうな。働いても働いてもみたいな。しかも競争相手は人間だけじゃなく24時間休みがいらない機械や AI になってるだろうからな。Z 世代は男女平等で育ってるからデートしろもあり感が当たり前。結婚後の生活費も折半が普通なのよね。女も大学出て正社員で働いてるのが当たり前だから男に対して容姿と若さを重視するようになった。一回り年上のおっさんと結婚して専業主婦やるより好きな同年代の男と共働きを選ぶのが Z 世代の女だよ。Z 世代よりちょっと上の今のアラサーから、同世代婚が増えてる。1996年に4年生大学進学の女性の方が短大を上回った頃から、共学大学の学生同士の出会いが増えたんだろうな。女子大も衰退してるし。結婚しなくても子供バンバン産める国になればいいよ。精子バンクはよ。高給取りの女性は産めるでしょ。高給取りの女は仕事に穴開けられないから気軽に産めないよ。日本は生後すぐ預かってくる施設もベビーシッターもいないから。一つ言えることは独身最高。結婚にとらわれない生き方はあり。このスレッドは一線を越えました。ライフタイム、2時間、4分、54秒。今回のスレはここで終わってしまいました。皆さんはどう思いましたか？ぜひコメントよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。